どうも火おこしおじさんことブッチです。今回は子供でも簡単にできる火おこし遊びをやってみたいと思います。それでは楽しんでまいりましょう。 Here we go。はい、では始めていきましょう。僕はね、いろんな火起こしのやり方やってきました。その回あってか、最近は保育園やキッズイベントで火起こしの先生として呼ばれるようになりました。どうもありがとう。ほいで何回かやってみて思ったのが、子供たちは火起こしで盛り上がる。で、保育園でもやってるんでね、コツつかめばちっちゃい子でもね、一人でできるんですよ。なので、もうすぐ夏休みだし、家族でキャンプやバーベキューするでしょう。そのバーベキューの前の火起こし遊び、それで盛り上がってご飯食べるっていうのもね、なかなかオツではないでしょうか。ということで早速やっていきましょう。材料が麻紐とファイヤースターター、火花出るやつだね。これ全部100均で揃えられるんでお手軽です。まあ何回もね、この火起こしのシーンはボブで撮ってると思うんですけども、改めてね、子供でも分かりやすいようにやっていこうかなと思います。で、もう火起こしのね、一番最初の工程ですね、麻紐をほぐしてモフモフを作って、ファイヤースターターで火花を起こして燃やす。そこからちっちゃい木から大きい木へと火を移していくっていう作業なんですけど、一番最初の工程です。まず麻紐をほぐすね。刃物は子供は使わせないようにしましょうね。刃物は大人がやってください。で、こう切って、こうねじれてるから、これを取って、ぐるぐるって、で、この麻紐をほぐしたモフモフは大きければ大きいほど火つきやすいし、火が大きくなりますんでね、こうやってほぐして、じゃあ一回これでやってみますか。そしたらもうファイヤースターターで火花を起こして火をつけるんですけども、この100均のファイヤースターターでもいいんですけど、ほらこれ短いでしょ。できるのはできるんだけど、長い方が子供でもやりやすいんで、僕がいつも使ってるこの長めのファイヤースターターを使ってみます。保育園でもこれ使ってやってたんでね。で、火起こしをまだやったことがない子供がいたら、まずこのファイヤースターター、どのぐらいこう火花が出て、この麻紐のモフモフに火がついたら、どのぐらいの大きさの火になるのかっていうのをまず見せてあげた方がいいですね。びっくりしちゃうから。だからまずデモンストレーション、大人がやってください。こうやってやるんだよって。で、この火花をこのモフモフにつけますと。このままやってもいいんですけども、もっとつきやすくするために、このファイヤースターターを削って粉を落とします。これね、マグネシウムの素材なのかな。要はライターのあのカチカチと一緒ですね、火花が出る。なんでゆっくりこうやってグリグリってこう粉を落とします。そしたらシュッて火花を起こしたら、その火花が落ちた粉についてバチバチバチって花火見たくなるんで、そしたらもっと火がつきやすくなります。あ、そうだ、あともう一個注意点ですね。やっぱ火起こしなんで、ちゃんと風が避けられる焚き火台と、周りに燃えやすいものがないように注意してやってくださいね。今日も風が強い。くす。はい、そしたらもうこれでシュッてやるんですけども、上から下までこれ全然熱くないから、まあ、もちろんこうやってずっと火に手当てたら熱いですけど、一瞬だったら熱くないんでね、そんなに怖くないよっていうのをね、言ってあげてください。はい、じゃあ行きますか。一発でつくぞ。では火花を起こしてみましょう。 Here we go。 ほらペロリでしょ。ほらパチパチ言ってるわ。はい、こういう感じで火起こし遊び楽しいんです。もうこれだけなんだけど。で、子供にやらせるんだったら、まあ初めての子、この火がポッてなるのちょっと怖いかもしれない。最初はやりたいやりたいって言ってるけど、その火の量を見てビビっちゃう子もいる時もあるんでね、その時はこのモフモフをちっちゃいモフモフにして、で、大人が手を添えて一緒にせーのってやるっていうね、そういうやり方もあります。で、グリグリは大人がやってあげて、これ結構ね力いるから。で、大人が終わったら早速子供たちにやらしてみる。とにかくね、やらしてみてあげてください。危なくないから。まず火花がどのぐらい出るのか、これはもちろん目の前に人がいないようにね、粉とか火花が目に入っちゃう可能性もあるから、目の前に人がいないのを確認してからやってみる。はい、こういう感じで火花出るよって、ちゃんとこの角ね、ちゃんと摩擦の抵抗がある角でやんないと火花がうまく出ないと。ちゃんと角でやればそんな力いらないから、もうちびっこでもできます。そしたら大人が粉を落とした後のモフモフにシュッてやる。まあ火が怖くないっていう子だったら、もういきなり一人でやらしてみた方がいいですね。どうやったら火花が起きて火が起きるのかっていうのをまず体験してもらって、最初はね
火花が出ない子もいるんですよ。この平行にやっちゃって摩擦が起きないから、こう角でこうやってやるんだよって教えてあげて、それでもね力がうまく入らない子がいたら両手添えてあげて、大人がこうやってやって一斉のせって一緒にやってあげたらペロリとできます。せーの、ほらこんな感じで火起こしができます。以上です。早いな、おい尺が持たねえぞこれ。これコツつかんじゃえば、俺も私もってね何回もやりたがると思います。でこの前の保育園でやったファミリーキャンプイベントの火起こしだと4歳の女の子がもうハマっちゃって一人でシュッシュッシュッシュやってましたわ。でそれねお母さんも来てたんで、お母さんにねあの火起こしの姿を見せてあげたら、お母さんもうびっくりしてました。うちの子がこんなに火起こしできるんだ一人でって。お父さんお母さんも楽しめるこのね火起こし遊びで、もう一回って絶対になるんですよ。だからモフモフがね父ちゃん母ちゃんだけだと間に合わないんです。その場合はもう麻紐をある程度長さまでナイフで切っといて、もう子供たちに渡してあげてください。自分の分は自分でモフモフ作りになってねじってほぐせばできるから、そしたらもう勝手に子供たちだけでやってるから。そしたら次のステップアップの遊びをやります。応用編があります。子供たちが何回も勝手に遊んでる間に大人は応用編の火起こし遊びの段取りをしてください。その応用編に使う材料がこちら、焚き付け材ですね。これはお杉です。お杉とピーコかバカ野郎お杉お杉これも100均です。すごいよね、これセリアで買ったんかな。100均のアウトドアコーナーね、もう豊富で楽しいですよ。でなんか1本出してみたらこんな感じなんですけど、焚き付け材だからよく燃える杉の木ですね。これで子供たちがこの勝手にモフモフに火をつけて遊んでる間に、大人はこれをちょっと加工します。この木を使ってフェザースティック、何回か僕の動画でも出てるんですけども、これを細かく割って割り箸ぐらいの太さにしたやつをナイフで先っちょ削ってボンボンみたいなのを作る。このモフモフに火をつけたらここに火を当てればすぐ燃える。でそっからどんどん木を大きくしていくっていう作業なんですけど、そのボンボンをまず作ります。もうナイフでいいや、簡単に割れるんでね。よし、いいかな。まあフェザースティックね、子供たちの人数分だけでもいいと思います。大体でいいんですけどね。まあ僕もね自分不器用ですから、高倉健かバカ野郎、高倉健さん並みに不器用なんであんまり上手じゃないんですけど、まあ燃えりゃいいから程よい感じの削っていきましょうよ。では早速フェザースティック削っていきましょう。 Here we go。 はい、ではフェザースティック作ってきます。あんま太いとな大変だから、もう適当で大体でいいですよ。まあこれを薄く削っていきます。俺はそんなに上手くないから何回も言いますけど、燃えりゃいいんだから、で子供たちが盛り上がればいいんだから。これはさすがにねちびっこは危ないと思うんで大人がやってくださいねはい、できたね、ブスでしょでもこれでも全然燃えるから大事大事、ヒャーもしね。あ、そういえばこの前の保育園のイベントでも子供たちこれ見てタコさんウィンなんて言ってたでこれを子供たちに持たせて、父ちゃん母ちゃん誰かがこうシュッてモフモフに火つけたら、はいつけろっつって引火させる。そしたらもう松明みたいにボーってなるから、そしたらそのまま入れてこういう細かい枝とかね、あと松ぼっくり入れるのもやったな。去年のコルマンのキッズイベントでも火起こし体験で松ぼっくりをみんなで集めて焚き火の中に放り込むっていう遊びもやったね。そういうね燃えやすいものを入れて、でどんどん火を大きくしていくと。じゃあ一回やってみますかこれね。では早速応用編の火起こしやってみましょう。ヒビコー。はい、では火起こし遊び応用編早速やっていきましょう。でテンパらないようにちゃんと手元に細かい木、中くらいの木、まあまあ大きい木って段取ってあります。これね予備のモフモフと細かい木、中くらいの木、もうちょっと太い木、これを段取ってます。はい、このボンボンのタコさんウインナーは子供たちに持たしといてね。ここら辺にいるとしよう、子供たちがお父ちゃんお母ちゃん頑張れって言ってるでしょう。では最初にやったやり方でいきましょうね。まずファイヤースターターをグリグリと削って粉を落とします。いいかな。ではいきますね。 Here we go。 はい、着いた。さあこうやってタコさんウインナー燃えろって、燃えろ、燃えた燃えた。はい、追加のモフモフ。はい、そしたら細かい木、はい、はい、燃えた燃えた。楽しい。
hey, hey, hey. パチャチャチ。はい、ペロリ。全部こっちに煙が。じゃあこのままエンディングいきます。はい、ということで子供でも簡単にできる火起こし遊び、モフモフバージョンとフェザースティック、タコさんウインナーですね。2種類の火起こし遊びやりました。この子供たちが楽しんで起こした火をね、もっと活かして周りに炭を置いてね、炭に火をつけていくっていうねやり方もあるし、このまま焚き火でねソーセージとかマシュマロ焼いて食べるというのもあるし、もうとにかくこの子供たちが楽しみながら起こした火をうまく使ってバーベキューとか料理をして一緒にねみんなで食べてみるとさらに美味しさが増すんでね、皆さんもぜひ家族友達みんなで楽しんでやってみてはいかがでしょうか。子供でもできる火起こし遊びいろいろあると思うんで、見つけたらまたやっていきたいなと思います。はい、それでは今週はこんな感じ。それでは皆さんまた来週、フェードアウト。火起こしできたらあとはチルル、椅子に座って喉鳴らすアニラビア、ビアビア、ズフでても飲むビア。喉が鳴る。